琴美さん、はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ワークショップ終わりました、ね。無事2週終わりましたけど、何かあの感想とかアンケートってもう送った？戻ってます。あ、そうなの。戻ってきてる？戻ってきてる。半分なんてすごい。さすが早い日本の方は。早かったですね。そうなんだ。ちらほら戻ってきてるようでよかったです。皆さん、この動画を見てる皆さんでまだアンケート答えてないよという人はぜひお答えください。お待ちしてます。お待ちしてます。イエーイ。今年もみんなすごい、みんなのレベル高くて、私はちょっとみんなレベル高いじゃんとか思いましたね。初心者の方が、あの本当に全く初心者っていう人がちらほらいた感じで、その方たちにはすごい情報が 多すぎるみたいな。どうしてもワークショップなんでね、情報が多くなっちゃいますよね、少しずつ。あのなんで今年はすごい頑張って動画を撮って、忘れたのもあるけど、3コマ目と4コマ目の最初が途切れてて、でも大丈夫です、編集してちゃんとあのインストラクションあの入れたので大丈夫です。ありがとうございます。動画があるのでね、みんなこれからゆっくり30日間あるので、ゆっくり復習をしながらやあの続けてくれるといいなと思うけど、何か感想とか、もしどうでした、琴美さん、エリナさん、主催オンラインでのワークショップ開催、今年が2年目になりますけど。あ、エリナちゃん今回嬉しかったのが、やっぱ初参加の方がちらほらいたっていうのが嬉しかったですね。やっぱり一歩踏み出すのがなかなか、ね、難しいっていう人たちが多い中で、やっぱこう数人受けてくれたっていうのが、一緒に仲間になってくれたっていうのがちょっとものすごく嬉しかったですね。やっぱりオンラインならではなんですけど、あの裏話とか、とりあえず昔こういうケースで使ってたよとかっていう、各ムーブメントのルーツと、あと歴史と、あとどういうあの使い方してたっていうのが聞けるのがやっぱり楽しくて、よかったです。そう言ってくれると嬉しいです、はい、なるほど。なので、あれだよね、エリナさんは普段沖縄なので、沖縄に私がいた時にはやっぱ沖縄方面の人が中心になるので、こうやってオンラインだとすごい東京からの人とかも会えたりね、日本の全国からの人に会えるので、そういった意味でもね、あ、沖縄にエリナさん ATS やってる人いるんだっていうのが伝わったりしたらよかったなと思いますね。そうですね、久しぶりに顔を見れたし、やっぱり年越しでも一緒に踊れるのは、時間共有できるのは楽しいなと思いました。本当そう、本当本当、やっぱり皆さんだんだんオンラインにも慣れてきてるなっていう感じがしましたね。私たちも先生も受ける側の皆さんも、なのでなんか前回より落ち着いて受けることができたような気がしてます。なんか慣れてきて、みんなあれだよね、スペースの使い方もうまかったよね。まあ、はい、スタジオに集まってた人はあの普段の何ベリーダンスのレッスンみたいにスタジオを広く使ってやったりとかできたと思うけど、家で家から受けてる人も、はい、あのスペースをうまく使って、特に4コマ目はぐるぐる回ったりすることが多かったので、みんなすごいスペースをうまく使えてるなと思いましたね。確かにオンラインに慣れてきたっていう感じがするのかな。やっぱり皆さんお上手、すごい上手だなと思ったんですけど思ったんですけど、やっぱり初めての方にとってはね、あの情報が多いって先先生もおっしゃってたんですけど、自分も一番最初の頃があったのですごいよくわかるんですけど、でもオンラインで、ね、しかもこうやってビデオが30日間もう1回見れるってめちゃくちゃありがたいじゃないですか。確かになかったもんね私たち。なかったですもん。ベリーダンスでさ、海外から、はい、ベリーダンサーレイチェル・ブライスとか来ても必死でノート取って、私も覚えてるのは、はい、そう、もう一言も逃すまいと思って、はい、なんか
一緒に踊ってんのかノート取りに行ったのか分かんない動画とかなかったからもらえないからね、はい、後でね、はい、なんでもうその時しかなかったので、はい、思い出しましたねそういうの、うん、そうですよね、うんうん、本当にそう思いました。私もあの仕事があるから夜行バスで先生のワークショップがある東京まで行ってフラフラで先生もうしかもその時の先生のワークショップめちゃくちゃハードだったんですよなんかもうすごいハードなイメージしかなくって、その時はもう自分がフラフラだったから余計にで、ね、もう本当にほとんど寝ずにもう朝上がった東京着いてお風呂屋さんに行って、そっから先生のワークショップ受けてめちゃくちゃハードで、でおまけにやっぱり動画撮る時間とかも別に何もないじゃないですか。じゃあこのステップ動画撮ってくださいとかそういうことも何もないから終わった後こっそり自分一人でこうおぼつかないやってるのを動画撮っても自分だけを撮ってもらったりとかして何とかして残したりとか一生懸命ノートに残したりとかしてそういうことしかできなかったんで、だからどちらもすごくなんていうんですかね、恵まれてるっていうよりそうでもそういうのだけど、すごいあのオンラインならオンラインですごいいいことってあるんで今のうちね、こういうあの使えるものはすごい使ってパッと気軽に受けられたわけじゃないですか今回は、ね、ちょっと興味あるなぐらいでもオンラインだったら、ね、家から受けられるしおまけに30日間復習ができるので、うん、あのこの機会にねあの受けた人は本当にラッキーだなと私は思いました、ね、確かに本当もうその昔のもう15年ぐらい前になるけどのことを思い出すともう必死だったよね、はい、必死でしたね。動画があるって本当にいいね、ちょっと巻き戻して復習とか、うん、もう一回聞き直すとかできるし、そういう風に、はい、あのどんどん活用していただけると嬉しいなと思います。頑張って編集してるんで、うん、今、うん、ワークショップ一コマ目が、完成してみんなにメールを送ったので、もしメール届いてないっていう方がいたらぜひ私たち3人誰かに連絡ください。遠慮なく。でその次今、編集しているのが3コマ目、リクエストがあったので3コマ目を先にやって、それで2コマ目4コマ目っていう風に編集していきます。ちょっと特に3コマ目4コマ目最初がカットされちゃってたのであー本当に録画のボタンを押し忘れて、なんでそこをもう一度取り直ししなくちゃいけないので、ちょっと時間をいただき気長にね、ほら年末年始で忙しくなるし、忘れ、うん、みんなが忘れかけた頃にだーってワークショップの動画を復習してくださいって 送らせていただこうかなと思ってます。それじゃあ早速、はい、4コマ受けた方の中からということなので、早速抽選会を始めていきたいと思います。これで決めていこうと思います。すごい。じゃじゃ、ポストカードは5名の方、そして、1名の方にアトラス、もしレベル1でもレベル2のスローかファストか、この3つの中から選んでいただけるので、それで選んでいきたい。まずポストカードからいきますか、うん、OK、1回目、イエーイ、いきまーすまずお一人目、4番の方、4番、宮城くるみさん、おー、ポストカードはじゃあこの色で OK、 いきまーす。お二人目、あ、4番消さなきゃいけないってことこれ。あ、消えてる消えてる。いや、素晴らしい、このホテル。すごい。素晴らしい。見えない、見えないよ。あ、見えなかった？うん、うん。でも音は聞こえる。ごめんごめんごめん、やり直す、やり直さない。ごめんなさい、回るの見えなかったけど、7番がセレクトされました。7番は池原千春さん。おお。沖縄チームですね、これ。沖縄チームですね。うん、素晴らしい。それでは、いきます。6番
武藤あやみさんです。イエーイ。ポストから私から私の手書きのポストカードを送らせていただきます。次いきます。だんだん可能性が。キューバー、サガッシュさんですよ。サガッシュさん、サガッシュさん、こんにちは。私の手書きのポストカード送ります。続けていきます。うっす、ごめん。シェアできてない、シェア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 。お。11番、江崎遥さんです。名古屋、江崎遥さん、名古屋の江崎遥さん、ポストカード送らせていただきます。イエーイ。それでは一番大きな商品ですね、まゆちゃん、ねえ、さきさん、みほさん、みきこさん、ひでみさん、のりこさん、おお、なったでしょうか。いきます。うわあ、ドキドキ。レディーゴー。これ楽しい。うん、イエーイ。お、あ、来た。イエーイ。青山咲さん、やったー。イエーイ。名古屋、咲ちゃん、アトラスの1かスロー2のスローか2のファストか当たりました。おめでとうございます。名古屋チーム、めっちゃ喜ぶと思います。イエーイ。イエーイ。それではポッタラン、感じ、イエーイ。そしてさきちゃんにはアトラスを選んでもらって送りますね。ありがとうございました。本当に今年もオーガナイズを遠いところから名古屋と沖縄とサンフランシスコ頑張りました。本当にね、ぜひ来年は生でね、フォーメーションとかやりたいもんね。それだけがちょっとやりたい、残念ですね。オンラインだとなかなかフォーメーションまでは難しいので、うん、あとは音がずれるっていうのがちょっとね、うん、それもすごく大変だったけど、でも本当に参加者の皆さん、いろいろ想像力を豊かに、本当に臨機応変にやってくれて、私は本当にありがたいなと思いました。ことみさん、えりなさん、今年もお疲れ様でした。ありがとうございました。あれ、あの、年末は何か特別なこと予定あるんですか？練習します。練習、あの、はい、この先生のワークショップの復習もしたいですし、あの、あまり、あの、集中してできなかったんで、あの、ね、あの、オーガナイズの方の仕事があったんで、はい、あのちょうど羨ましかったですよね。あのすごい今すごいいい話、今すごいいい話 やってるし、私も踊りたいみたいな。はい、それを、あの、冬休みのうちにやりたいと思います、ゆっくり。あの、私のリクエストないかもしれないけど、アンケートでリクエストないかもしれないけど、私のリクエストとしたら、あの、ヴィンテージのワークショップができたらいいなと思います、うん、あ、難しくないんですよ。ヴィンテージは本当にワークショップでも話したように、ステップの数が少ない頃に、そのステップ、あるステップをどうやって音楽に合わせて使えるか、バリエーションがすごいたくさんあるように見えるかっていうのでできてきたものなので、基本の動きさえ知ってれば、本当に今回もバウンスサークルステップとキャメルウォークのヴィンテージターンやったんですよね。それで、それも基本の動きじゃないですか。なので、あの、そんなに何アドバンスっていう感じではなくないので、あの、ぜひヴィンテージ あのステップをやりたいなぁなんて。私からのリクエストはね、ヴィンテージです、ヴィンテージ。それで生でできるなら、ショーもね、ちょっとヴィンテージな感じの衣装を着てショーで。あー、素敵。したいね。したい。はい、なんでそんなことも考えてます。また来年もよろしくお願いします。今年はお願いします。お世話になりました。皆さん、しますですか、体に気をつけて、ぜひ安全に年を越してください。
またいつでもメッセージくださいね。ことみさんもえりなさんも、そして参加してくれた皆さんも、メッセージお待ちしてます、うん、それでは良いお年を。また来年会いましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お年を。